コウタとアンタロウがステージに来るそうなんですけど、アンタロウくんちょっとお時間かかるんで少々お待ちいただければね。カラワンくん、カラワンくんちょっとタイガーどうにかしてタイガー大変、はい、さあゆっくりねおいでね。さあ何をしてくれるんでしょうかね。じゃあお任せしてよろしい、それでも行った方がいい、一緒に、はい、一緒にしゃべろあ、私の、あ、関君これ私のところへ、あれこれ、ね、賄賂もらった、これミッチが落としたの、あ、私のだ、危ない危ない、落ちてた、ありがとう、落とし物ばっかだね本当にね今さっきね、あの住吉のり本舗さんのね本社行ってきたんですよ。ここから片道15分ぐらいで行けるんですけど、一番高い海苔くださいって言ったら、うん、10枚で1300円でした。すごい、1枚130円相当美味しいんでしょうね。で今日はあそこでなんかいろんな味の海苔売ってんですって、梅海苔買ってきてみました。あ、でも おにぎりにするときに入れなくてもいいってやつね、梅海苔、こういうのなんかねミックスの味のやつがあそこで売ってるらしいので、海苔本舗さんのところで、さらに唐辛子海苔もプレゼントしてくれた、うん、すごい、そうだよね、住吉海苔推しなのね、推しいやいや、スポンサーさん、スポンサー様の媚びは言っとかなきゃでも風が巻きも美味しそうよ。いや、ここら辺はどの海苔食べても、ま、何上がれない感じ。でも風が巻きの海苔はガタちゃんとこだね、有明さんだからね、上がれない感じだね。てか回ってくればいいじゃん、うん、そこ間入る犬、そこであの上がろう上がろうとしてたけど実はマーキングしてたでしょ あなたの敷地だってマーキングしたでしょ。登る、足を上げる、一回座って上がるふりして、一回座って、ゴロ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 、そこじゃない、そこで座ってもしょうがないそっちもう一回じゃ立ってみて、ステージの上に腰掛けてみて、そうそうそう、でぐるんって回れば、ぐるんって回れば登れるんだと思う、多分。ああ、はい、ね、何やってんだかわからないな。ステージに登ってるおじさんはなんか紙袋じゃない袋持ってるしさPR の合間のでしょ、ここは。そうです、そうです、うん、タオルを宣伝してください。タオル、タオルどこですか。もうあのずっと、あんたろちゃんの頭売ってるのはどこですか。そこの端っこのブースですか。はい、雪長ちゃんのブースで売ってます。雪長ちゃんのブースでタオルがいっぱい余ってるってことですか。はいはい、そうです、そうです。あ、そういうことですね。はい、これが余ると木口がざまみろって笑って、じゃあちょっとあそこですね、あのタオル、はい、タオルのなんかこう振るのが得意な歌の人いませんでしたっけ。ブルーの元にぬもいみたいな人いませんでしたっけ。今日いたっけ。今日いない、あ、これダメだ、いないとこでやると陰口になっちゃうんだよね。そうそうそう、いないとこだ、いるとこで悪口の方がいい。タオルを買ってくれたら、うん、なんとタオルが買えます。あ、すごい、嬉しい。タオルいくらなの。1500円です。高いな。高いって言わない悪口悪口、いるとこだから島村で買ったら500円。物が違いますから。あ、そう、物が違いますから。え、でも記念にいいよね。はい、どんなデザインなの。雪長ちゃんの見えないよ、ワンちゃん、うん、こっち向いてぐしゃぐしゃしてるしね、ぐしゃぐしゃだし、ね、ここのイベントの名前が入ってんだね、真ん中に。そうなんです、今回のイベント限定のタオルなんですよ。で、絶対これ売れると思って頑張って買って作ったらしいからね。いや、今夜温泉とか行くのにいいですよね。そうね、なんならこの後海に足突っ込んじゃったら拭くのにちょうどいいですよね。あ、そうね。で、これから暑くなるし、明日も暑くなるから汗くのにもいいし、うん、っていう話をしてて、乗り方、乗り包むのにもいい。なんでティーなの、なんでティーなの、ティーって何、ティー、ティー、タオルのティー、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 タオル。よくしつけてらっしゃるんだ。コウタに会うの初めてだよって方っていらっしゃるんですか、このステージの周り。いねえのか。あ、お友達、ありがとう、ね、ありがとう、初めて見るよね。東京から来ました今日は。すごい、東京。そう、東京のどこのキャラクターか言うんで覚えてってください。いいですか。平井親和会商店街振興組合、平井駅前通り商店街公認キャラクター、コーギー犬のコウタって言います。はい、ありがとうございます。でも熊本
東圏のお友達は平井って聞いたらコンビニだと思うはず、はい、そうか、そうか、あ、平井から来た、ちくわサラダだと思うね、東京の平井ってとこです、ちくわサラダが売ってるところも平井ですの運営会社の社長が僕です。あ、嘘です。嘘かい、早くなって嘘って言ったからね、さ、あ、あの人なんだとか言われちゃう、地元の噂ってすぐ流れるからね、怖いから、商店街だからね、危ないよね。持ち投げの時お子さんたち来てね、コータのこの子のぬいぐるみが1日100体投げられますから。そう、子供が100人いないとね、すごいコータだらけになっちゃうから、散らばった状態になりますので、はい、あの子供、お子さんの時だけにしかコータ投げないので、はい、あの大人の時に来てももらえないんですよ。なのでお子様が雨投げの時に参加しないとね、そうそう、でもらえない。まいちゃん余っちゃったら、うん、宇土市の中央は明日燃えるゴミの日らしいの。わお、コータ焼かれる、ね、泣いた。100人の子供たちが来てくれないと。ぜひぜひ、あの最後のエンディング前に行います、あの雨投げ、ぜひ参加していただければと思います、ね、タオル投げたくないから買ってほしいね、タオルね、投げる羽目になっちゃうから。今タイガーが買ってくれてます、5本ぐらい。タイガーが100本買います、ありがとうございます。ありがとうございます、ご買い上げありがとうございます。鹿児島で配ります。やっぱね、応援してるだけのことあるね、熊本をね、鹿児島か、鹿児島応援してるだけある、やっぱ買ってくれるんだけど。イーサキングがさっき宇土市すごく好きだって言ってたから、大嫌いだ、だから絶対タオル買うよね。嫌いだよ、わしは宇土は大嫌いだ。あ、僕関係ないですからね、モノマネしてるだけですからね。魂じゃないんで気をつけてください。魂じゃないです、ね、魂じゃありません。いいね、タオルみんな買った、買ってない人、はい、今すぐ会場から出てってください。この後のね、この後のだってメロンのやつで使うんじゃない、振るんじゃない、多分やってくれるあの人たちは。歌うの、うん、ないと、ないと盛り上がらないんで、タオル歌うの、うん、ぜひ、じゃあ私サブステージ行っていい。え、じゃあみんなで行くんだ、サブステージ。もういいよ、あの2人だって、もう熊本の方々もあの青い人の喋りはもう飽きたでしょ。飽きた、飽きた。もう飽きたでしょ。菊池くん知らない人、はい、知ってるんだ、すごい、ね、どう菊池くんってどう、面白くない、やっぱり。やっぱりそうだよね、あのね、記憶っていうのは消せるからね。早いうちに消さないといい大人にならないと思います。タオル、タオル買いに行くじゃん、後で行くか、後で買ってきてあげるよ。でさ、コウタ、いつ上がる。上がらないから終わらないのよ。あなたたちのね、上がるのを待ってね、おばさんとおじさん喋ってるのよ。そうよ、まだいつ上がる。あんちゃんはいつ PR の、明日、うん、明日だからね。で、あんちゃんも上がる気はあるのね、一応ね、二人ともね、上がる気はあるのよね。あんちゃん上がる気がある、上がる気がある、あんちゃん網に引っかかった愛みたいになってるから。あんちゃんがこれで登れたら、もうどのステージでも登れるようになりますね、うん、そして2人でステージ上がって写真撮ってもらえばいいじゃない、みんなに。切れるよそれ、カバンが、ブツッ、あと衣装がブツッていきそう。ほら、せっかくだから、せっかく2人でのステージはないんだから、2人で一緒に写真撮ってもらいなさい。コウタは何昨日食べたんですか、昨日は。お寿司がすごく食べました。僕は美味しかったです。お寿司食べたんですか、うん、他には何食べたんですか。他には何も食べてありません。お魚食べたって言った、結局寿司も魚やもんね。鮎食べた、鮎は食べてない。あれ、カパルがいる。なんかね、急遽来たらしいけど、あの写真だから、写真ってあなたたちの、まあ、もうじゃそこで可愛いポーズ、可愛いポーズ、長くなっちゃったから帰ろうもん。もうほら、可愛くお写真撮ってもらえ、すいませんね、ステージ下にいるんですけど、よかったらお写真撮ってあげて、あのずっと動きながらさ、ほら、その、はいはい、その格好でずっとズズズズズって移動すれば、皆さんに一緒にね、ほら写真撮ってもらえるでしょ。はい、ゆっくりゆっくり右に行くわよ、あんちゃんも。ゆっくりゆっくりね、右にね。そうだよ、もう終わりだよ。平井で、あのドライフルーツ売るのはいつ？19、20、21だ。来週の火、水、木。あ、違う、水、木、金か。
来週の水木金、はい、きっと今日ね、来てる方の中でもそれ楽しみにしてる方いらっしゃるかもしれないですね。宇都から来てくる人いるかな。いるかもしれない、ね、あんなに美味しいやつを、ね、ぜひぜひ平井に。この近くで平井ってどこにあるんだろうね。あそこにあるよ。あ、すぐ近くにあるの、うん、え、見えるの。ここの坂上がって下がっていくと平井。結構遠いやん。上がって下がってすぐよ。本当歩いて10分ぐらい。遠い歩いて5分ぐらい。遠いからやめましょう。ちくわサラダ美味しいよ。カパルちくわサラダ。ちくわサラダのしそ入りね。しそはいらない。今シーズン限定でしそ入りがある。しそはいらない。さあ皆さんお写真撮れました。帰りましょう。じゃあ大丈夫かな。コウタとアンタロでした。でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。この子たちも時空がちょっとずれてるので時間がねちょっとね普通とちょっと違うんですけどもね、仲良くしていただければと思いますさあこの後今ね多分サブステージの方では J-POP キャラディスコ、 J-POP に合わせて歌って踊るキャラクターっていうのがね楽しそうなステージもやってるようなので、ぜひぜひねサブステージの方にも遊びに行っていただきたいと思います。さあそして午後1時から でもね私久しぶりなんですよね、青い人と緑色、青と緑のステージです目に優しいかも優しい目には優しいかもしれないけどね、耳に優しくないからね。まあ朝からね練習しない練習しないってね文句ばっかり言って二人でね揉めてたずっと揉めてたほっとくはい、ぜひこの後もうね、熊本の方々ではねもう知ってる方たくさんいらっしゃるようなので、菊池くんとそして京都府は福知山市から来てくれました高野先生が登場になりますので、ぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。もうねご当地キャラクターのイベントではねもうだいぶ有名になってきたのかな。漫才やってます。ダブルメロンっていうねなんかやってるみたいなんですけど、まあ寒い寒い気温が上がってきたんですけどね、ちょっと皆さん上着羽織ってみていただければ羽織って見ていただければと思います。あ、タオル首に巻いて暖かくして見ていただければと、そして暖かい目で見ていただければと思いますけども、はい、樋口くんと坊や先生のステージはこの後午後1時を予定しております。今しばらくお待ちください。